はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコース ID の方いただきました。任天堂の本気、どこかに隠しブロックがあります。やってまいりましょう。まあ、てことはこれは隠しブロックを探してゴールしていけばいいよね。ガポンを1体倒してからゴールやってまいりましょう。30秒しかないんか。なるほど、そういう感じか。ドッスンはここにいる、左端にいる。だから隠しブロックがどこにあるかだよね、問題は。で、隠しブロックに何が入っているかでもあるよね、問題は。スターかなあ、一番上か、ガボンは。ちょっとこれは隠しブロックがないと無理だな。普通に戦闘で倒していくのはきつ、あ、倒すことはまあできんことはないんか。あー、まあでも無理だよな。しかも下にクッパいるからさ、踏めない敵もいるから、まあ今の感じで塔を崩していくのはまあまず無理だろうね。ガボンを倒すというゴール条件は突破できるにしろ、隠しブロックさえ見つかったら割と楽になる戦いなんじゃないかな。でもさ、クリア率が結構低かったんだよね。つまり難しいところにあるんじゃない。例えばなんだけど、ガボンの頭の上とか、この上とかない？この上ないか、さすがにないか。この辺とか意外と攻めたところじゃないんかな。こういう攻めたところにないかな。なんかこの辺にないの？え、この辺にないならどこにあるよ、あと。あ、ゴールいけた。隠しブロックあったんだよね、でもどっかに。いや、わからんかった。ごめん。隠しブロックが全然見つからんかったわ。でもなんかご利用しでいけたので、まあこれでクリアとさせていただきましょう。もしかしたらこれ正規ルートなんかな。まあいいですね。というわけで、ご参加ありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからお待ちしております。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。ありがとうございました。やべや、やべや、時間ギリギリノンストップスピードラン40秒。クリア率が637分の0だって、やばいね。637分の0だってよ、みんな聞いた ?637分の0だってよ。ムササビのままゴールだって。やってみようか。ここ投げる場所じゃなくね。まあいっか。ワン、ツー、三段ジャンプで、これはクルンしなくてもいい高さで、トントン。ノンストップだからね、なんせ、ノンストップだからねーっていう、今のところめちゃめちゃノンストップで来れてるよー。大丈夫かー。トントントン。はい、クルンで、トンで、ここ届くか、あの高さ届くか。おいしょ、オッケー。え、ここちょっと待って、あ、これダメだ。一回ここ入っちゃったらここきつない。ファイヤーをもうちょっと事前に打っとけってことか。きついな。ちょっと待って、ちょっと待って、時間がでもギリギリなんだよね、要はね。あっこのファイヤーの処理ってでもむずないか。あれ急いでやれっていうのは。意外といけたりせんかな。いや、意外といけんのかい。いや、でもあっこのファイヤーの処理、あっこ急いでやれって言われてもちょっと辛いもんな。いや、意外といけたわ。小学3年生が作った 100% の騙しコース。いやー、3年生か。どんな騙しをしてくるんでしょうか。やってまいりましょう。100% の騙しコースってどういうことなんだろうね。ちょっと待ってよ。ん？いや、これ三段ジャンプじゃないんじゃないの。じゃあ、わからんけど。なんか普通に三段ジャンプっぽくね。なんかスピランだけどね、見た目今のところ普通に。スピランみたいになってるね。これ当たらんけ、当たらんか。今のところ特に騙し要素はない感じに見えるけどね。あ、下あるんか。ここはどうしたらいいじゃん。かぶって右行くでいいんじゃないの。じゃあ、普通に。これでいいんじゃね。ダメなんかな。騙しコースだよね、今んところ騙し感が。ん？ごめん、ちょっと何やったんやろ。ごめん、ちょっとあんま分からんかった。ごめん。え？時間が足りないスピードラン10秒やってまいりましょう。いや、でも絶対にゴールはできないと投稿できないから、時間が足りないこと。さっきのって左側から壁キックした方が早いんじゃないの。ここ何？え、全然足りんやん。ちょっと待って、どういうこと？え、だってどう頑張ってもここまでしか来れんって。え、ちょっと待って、ゴール隠す系のコースは結構やってきたつもりではいるんだけど。え、どういうこと？
わけわからんくない？なんか右にドアは見えるけど、あんなとこまで届かんだろうと思うけどね。あー、ちょっとわかったかもしれん。三段ジャンプの場所が、要はここから三段ジャンプを決めろだな、これは。だから三段ジャンプが出ないように、ここちょっとしゃがみくるんとかにしといて、こういけってことか。なるほど、ちょっと騙されてたな。これで間に合うんかな、じゃあ。あー、なるほど、こういうことか。間に合わんのかい。わースピラン普通61分の0。本当に普通のスピランなんかな、大丈夫かな。ちょっとやってみようか。特にゴール条件とかはないみたいですけど、100秒時間、100秒。ここは三段ジャンプじゃなくてもいける。なんか思いっきりズルできたりせんのかな。これは踏んでいくだね。何をしている。あ、でも間に合う、間に合う。時間はけっ、おっと、え、ヒップドロップすればいいか。はい、これでいいのかな。時間がどうなんかだよな、このコース。スターラン短すぎん？かといって右に飛んでもゴールいけるわけではない。ちょっと倒しちゃうって。倒しちゃっていいのか。じゃあ倒こっちでよかったのか。いや、全部は倒せんよな。てか下降りたらよくね。じゃあ左から。これさ、別にこっちからこう降りたらなんかいけんじゃないの。これで表目に帰れるわけで、いや、ゴールなのですか。この土管何じゃあ。あ、入れないんだ。まあじゃあこれが正規ルートか。タイミングが大切すぎるコース164分の0、やってまいりましょう。タイミングが大切すぎる。時間めちゃめちゃあるんだね。はい、まあというわけで普通に走っていけばいいんでしょうね。はいはいはい、なるほど。ここ、あ、トントントン、はい、オッケー。で、なるほど、そういうことか。トン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 、ちょっと届かんね。はい、はい、オッケー。なるほど、ワン、ツー、え、あの、かの有名なプロコン、上ボタン勝手に反応しちゃう現象ってあれ何なんだろうね。他の実況者の人でもたまに言ってるよね、上ボタン勝手に反応するみたいな話。ワンツー、あ、はい、オッケー。はい、オッケー。で、これで土管じゃないわ、ヒップドロップでいいんかな。なんだ、あ、こっちも開けなきゃダメだ。ヒップドロップで両方開けといて、ま、これは 100% 食らうやつだよね。これなんだこれ。あー、もうこれは、あ、上中間あんじゃん。はい、怖いな、またやだな。ここに乗ろう。あ、中間だ、やった、いけた、中間。これ何、どうしたらいいのこれ。思いっきり左押しといたらいけるんかな、これで。はい、みたいなこと。はーい、遠い遠いで、こういうことね。ちょっと待って、はーい。で、こっからしゃがみジャンプ。で、ワンチャンこれ下ゴールなんじゃないのっていう感じがするけど、もっていう感じでございました。